皆さん、こんにちは。2020年度担当山当講座、民事訴訟法を始めていきます。この講座はですね、平成30年度の予備試験の問題を使って、今年の予備試験の担当に出そうな問題をピックアップして解説していくという講座になっております。無料ですが、皆様方お手元に必ず、平成30年度の予備試験の問題、民訴、これ用意してください。レジュメ特にありませんので、これ画面のみの解説になっていきます。それではですね、ちょっと解説パワーポイントも共有いたします。こちらですね、平成30年度予備試験民訴です。で、これ31問ですけど、何が問題になってくるか。これ、管轄は重要と書いてますよね。で、ここでちょっとピックアップしていきたいのが、義務履行地の問題です。民事訴訟法の5条をご覧ください。民訴の5条です。民訴の5条には、次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができると書いてます。で、1号、財産権上の訴えで義務履行地。これが癖ものなんですね。義務履行地だと、これ訴訟を提起することができる。そしてここでリンクしたいのが民法484条1項です。民法484条1項ご覧ください。これ、弁済をすべき場所について、別段の意思表示がないときは、特定物の引き渡しは、債権発生のときにその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所においてそれぞれしなければならない。で、債権の場合はね、債権者の現在の住所、特定物の引き渡しは、債権発生のときにその物が存在した場所。これが義務履行地になるわけです。これね、まとめますと結局、管轄っていうのはね、当然被告の住所地は取れますけど、債権の場合、債権者の住所地でも取れる場合が非常に多いんですね。これはまずマスターしてください。その上でですね、ちょっと問題文の選択肢見ていきましょう。31問。まず、最初のね、柱書きは、X は Y に対し、こう建物を賃貸した。この賃貸借契約においては、賃料債務不履行に基づく損害賠償金、その他の賃貸借契約に基づき、Y が X に支払う一切の金は、これ問題文はね、特に画面に共有しませんので、各自見てくださいよ、問題文。X が営む設計事務所に持参する方法により支払うものとされていた。その後、Y が賃料の支払いを怠ったため、X は賃貸借契約を解除したが、Y は高建物の使用を続けている。そこで X は Y に対し、マルチ。賃貸借契約に終了に基づく目的物返還請求としての高建物の明け渡し。丸二、賃貸借契約に基づく賃料の支払い。丸三、賃貸借契約終了による目的物返還義務の履行地帯に基づく賃料相当損害金の支払いを合わせて求める訴え、以下本件訴えという、を提起することにした。で、管轄に関する正しいものはどれかという問題ですね。で、1番、X は本件訴えを X の自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。で、これどうでしょう。これですね、義務履行地の問題ですよね。で、これなんですけど、これ×になります。で、これなぜか。X の自宅の所在地、これ何になってるでしょうか。まず、丸1、丸2、丸3ごとに考えていきましょう。丸1は、賃貸借契約終了に基づく、目的物返還請求としての公建物の明け渡し。これ、義務履行地は公建物の所在地になりますよね。目的物を返すからね。あとは、金の支払いは設計事務所ということになります。で、丸に賃貸借契約に基づく賃料の支払いの義務履行地は、これ設計事務所。丸さん、賃料相当損害金の支払いを合わせて求める訴え。これも損害賠償ですけど、設計事務所、賃料に付随するとしたら設計事務所だし、目的物返還義務に付随するとしたら、それでも、高建物の所在地ですよね。なので、1番、
X の自宅の所在地はダメですよね。これ、×になります。で、2番。X は本件訴えを設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することができる。これできます。Y の自宅の所在地を管轄する裁判所に、提起することはできない。これ、間違いですよね。Y は被告で、被告の住所地は普通裁判席ですので、提起ができます。×になります。3番。X は本件訴えを Y の自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することができるが、これできますね。高建物の所在地を管轄する裁判所に提起。これもできますので、×。4番。X は本件訴えを高建物の所在地を管轄する裁判所に提起することができるが、X の自宅の所在地を管轄する裁判所に提起することができる。これが丸になります。で、5番。X は本件訴えを設計事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することはできるが、高建物の所在地を管轄する裁判所に提起することはできない。これも×になりますね。高建物の所在地できます。で、ここの共有しているスライドに書いている通り4番。X の住所は義務履行地ではない。これがポイントになります。管轄は重要ですので、ね、ぜひ押さえておいてください。じゃあ、それでは次31問に参りましょう。31問も問題文を見ていきます。これ、当事者に関する問題ですね。正しいものを2個選びます。はい、32問ですね。32問ご覧ください。これね、32問ですね。失礼しました。さっきが31問で、これが32問。で、民訴、最初ね、訴訟要件までは比較的簡単なのと、あと論文論点を落とさないでくださいね。32問の1番の選択肢。訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、これを有するに至った当該当事者の追認により行為の時に遡ってその効力を生ずる。これ完全丸ですよね。一応見ておきましょうか。民事訴訟法34条2項です。訴訟能力法定代理権また訴訟行為をするのに必要な受験を書く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者または法定代理人の追認により、行為の時に遡ってその効力を生ずる。これはそうですね。じゃあ2番の選択肢。遺言で遺言執行者が定められている場合に、すでに完了している遺贈による登記について、相続人が原告となって、抹消登記手続きを求める訴えを提起するときは、受益者ではなく遺言執行者を被告としなければならない。はい、これ×ですね。論文にも載っている論点です。いいですか？遺言執行者は遺贈登記完了しているともう仕事が終わってるんです。だから遺言執行者は関係ないということになります。一方で、遺贈による登記のをするっていう場面ね。遺贈による登記をするぞっていうのはまだ遺言執行者の仕事が続いてますから、遺言執行者が当事者適格を有する。まあ、当事者能力や当事者適格を有するわけです。一方で今回ね、遺贈登記が完了しているパターンだから、遺言執行者は関係ないということになります。で、3番。継続中の訴訟の原告と共同の利益を有する者が、その原告を事故のためにも原告となるべきものとして選定するためには、自ら訴えを提起して継続中の訴訟との併合を求め、共同訴訟関係を成立させなければならない。これね、まず感覚として選定当事者が使えるかもと思ってほしいんです。そして、こんなね、いちいち訴訟提起して併合を求めるって言ったらもう大変ですよね。何かうまい手段がないんじゃない、あるんじゃないかと思って罰と本番では選んでいただきたい選択肢。実際はですね、これ30条2項をご覧ください。訴訟の継続の後、前項の規定により原告または被告となるべきものを選定したときは、他の当事者は当然に訴訟から脱退する。ということで、これが使えるので罰ということになります。4番が正しい選択肢。権利能力のない遮断は、構成員全員に相有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該遮断の代表者の個人名義に所有権移転登記手続きをすることを求める訴訟の原告適格を有する。これ、有しますよね。代表者の個人名義に権利能力ない遮断の、不動産、できますよね。代表者の個人名義。ということは当事者適格有すると考えるのが自然です。で、5番です。未成年者婚姻したらですね、当然未成年者が訴訟追行します。両親の法定代理権消滅しますので、
5番は×ということになります。よろしいでしょうか。次ですね、スライドは33問に移ります。これも論文論点に注意ということです。1番、こういう必要的共同訴訟の話ですね。不動産の共有者は、共有者以外の者がその不動産につき、不実の所有権移転登記を経由した場合には、そのものを被告として、各自単独で持ち分権に基づき、所有権移転登記の抹消登記手続きに求める訴えを提起することができる。これ、保存行為ですから、単独でできますよね。丸ということになります。で、2番です。被相続人から被相続人名義の不動産の贈与を受けた者は、被相続人の共同相続人のうちの1人を被告として、贈与契約に基づき所有権移転登記手続きを求める訴えを提起することができる。これ共有物全体の争いですから、固有必要的共同訴訟、1人を被告としてはできないということになります。×ですね。で、3番。不動産の共有者は、他の共有者のうちの1人を被告として、各自単独で共有物分割を求める訴えを提起することができる。で、これもですね、共有物分割っていうのは、共有物そのものに関する争いですから、固有必要的共同訴訟になって、みんなを被告としなければならない。×ですね。で、4番。所有権に基づき、建物と宗教、土地明け渡しを求める訴えを提起することができる。建物の共有者のうち1人を被告とすることができますので、これは丸になります。で、5番ですね。不動産の賃貸人は、共同賃借人のうちの1人を被告として、賃貸借契約終了の、終了に基づき、不動産の明け渡しを求める訴えを提起することができる。これも丸になります。あ、すみません、失礼しました。さっきね、あの2番ね、×と言いましたけどね、2番丸です。ちょっと見てください、2番の選択肢。あの、被相続人から被相続人名義の、不動産の贈与を受けた者は、被相続人の共同相続人のうちの1人を被告として、贈与契約に基づき所有権移転登記手続きを求める訴えを提起することができる。これ保存行為の一つになりますので、これ単独でできますので、2番は丸ということになります。だからこれ2番のところが違いますね。失礼しました。で、3番は共有物分割なので、固有必要的共同訴訟ということになります。大変失礼しました。なので、平成30年民訴の33問は、3番が間違っていて答えということになります。2番も保存行為ですね。大変失礼しました。では次ですね。34問行きましょう。多数当事者訴訟に関するものです。あの、多数当事者訴訟なんでこの前半に出てくるかというと、これ当事者適格とかそういうものに関わる問題なので、出てきます。で、この平成30年の34問は、論文に出る条文の周辺というお話になります。では1番目の選択肢から。通常共同訴訟に関わる訴えが提起された場合には、裁判所は職権で通常共同訴訟の要件を満たすか否かについて調査をし、その要件を書くと判断したときは、その訴えを却下しなければならない。これ単純に分離すればいいだけですよね。なので、これ×。2番、参加証券においては、被証券人は相手方の承諾を得なければ訴訟から脱退することはできないが、引き受け証券においては、被証券人は相手方の承諾がなくとも訴訟から脱退することができる。これ48条を引いてください。前条1項の規定により、自己の権利を主張するため訴訟に参加したものがある場合には、参加前の原告または被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は脱退した当事者に対してもその効力を有する。で、50条3項で、41条1項および3項、並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用するとあります。ということはですね、引き受け証券においても相手方の承諾が必要ということなので、2番は×になります。では3番ですね。訴訟の目的である権利を譲り受けた者が原告として参加承継する場合だけでなく、訴訟の目的である義務を承継した者が被告として参加承継する場合にも、
証券人は当事者の双方または一方は相手方とする請求を定立しなければならない。これですね。独立当事者参加か同時審判を申し共同訴訟になりますね。だからこれは丸になります。4番。第三者が参加証券の申し出をした場合には、裁判所は当事者及び第三者を審理した上、決定でその拒否について判断を示さなければならない。で、これなんですけど、ちょっと実務的な感覚なんですけど、実はですね、参加の場合って、相手が異議を申し出なければ、そのまま進めるんですよね。参加の場合ってのは、異議があるときだけ要件をチェックすればよくないかということなんです。そのね、感覚を身につけてください。ちなみに、ご住所を見てください。訴訟の継続中、第三者がその訴訟の目的である義務の全部または一部を承継したときは、裁判所は当事者の申し立てにより決定で第三者に訴訟を引き受けさせることができる。で、2個。裁判所は前項の決定をする場合には当事者および第三者を審尋しなければならない。この、承継の場合、訴訟引き受けとかの場合は、審尋するんですね。ということは、参加の場合、審尋の規定は特にないということになります。じゃあ、最後5番。当事者が第三者に対して訴訟告知をした場合には、被告知者は自らが訴訟に参加することができる第三者に当たらないことを理由として、即時抗告をすることができる。自ら訴訟参加できないんだったら、参加的効力生じませんよね。だから、誤訴において参加的効力はないんだよと言っていけばいいだけなので、これは×ということになります。よろしいでしょうか。正しいのは3番です。じゃあ次の問題です。35問。これね、特に解説しませんけど、これやっといてくださいね。訴えの利益ですけど、論文に出るものは担当にも出る。そしてね、民訴ね、苦手な方、論文と共通論点を落とすんですよ。あとは論文と共通論点の周辺条文って私は言ってるんだけど、補助参加の条文とか、独立当事者参加の条文とか、そういうところを落としてしまう。なのでね、あと2日ぐらいしかないんだけど、まず民訴はね、論証集でも何でもいいんで、論文論点を確認しておくこと。プラス、論文に出るような条文を確認しておく。この二つ心がけてください。で次、36問ですね。これも、解説ガチガチにしませんけど、これ、裁判所と裁判長の違いを意識しておいてください。裁判所がやることと裁判長がやることね。ざっくり言うと、裁判長ってのは訴訟指揮をします。あとは訴状の審査権は裁判長の専権です。一方、裁判所ってのは重要な事項の判断をします。もちろんね、判決は3人で書く合議体だったらね、裁判所が書くんだけど、その他にも大事な決定をするのが裁判所ということになります。その感覚は身につけておいてください。で、第38問、これもね、やっといていただきたいんですけど、これ要件事実ですね。民法の復習も兼ねてやっておいてください。40問。文書の成立、これ証拠のね、肝なんですね。ちょっと見ていきましょうか。40問です。1番。文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが、これどうでしょう。これだって文書の成立ってのは補助事実とかそういう話ですよね。なので裁判所を拘束するものではない。確かに。ただし文書の成立について当事者間に争いがない場合は、裁判所は証拠に基づかなくても、当該私文書が申請に成立したものと認めることができる。これ丸になります。間接事実の自白と同じように考えてください。特に裁判所は拘束しませんけど、証拠調べは不要になります。2番、成立に争いのある私文書に本人による署名と押印のいずれも存在しない場合であっても、裁判所は証拠及び弁論の前趣旨に基づき、自由な心証によって当該私文書が申請に成立したものと認めることができる。これできますよ、問題なく。署名と押印がない場合は、2段の推定は働かないけど、自由心証により文書の申請に成立したことを認定できます。例えばね、これ筆跡が同じだっていう場合はですね、署名押印存在しなくても本人の文書だって認定していいですよね。そういう場合です。で、3番。成立に争いのある私文書に、
本人名義の署名が存在する場合には、その署名をしたのが本人であるかどうかが明らかでないときも、その署名は本人の意思に基づいてされたものと事実上推定され、ひいては当該私文書が申請に成立したものと推定される。署名の場合の2段について分かりにくいかもしれないけど、竹山くんの署名が確かにあるぞってことが、2段についての大原則ですね。竹山くんの署名ってのは竹山くんの筆跡の署名ということです。で、これ本人名義の署名はあるんだけど、名義だけで筆跡が同じとは書いてない。それどころか署名をしたのが本人であるかどうかが明らかでない。こんなものは2段の推定働きませんので、3番は×になります。4番。成立に争いのある私文書に本人の印象による印影が存在する場合には、その印影は本人の意思に基づいて検出されたものと事実上推定され、引いては当該私文書が申請に成立したものと推定される。これどうでしょう。これもあれですよね。本人の印象による印影が存在する場合は、その印影が本人の意思に基づいて検出されたもの。これ、まず1段階目の事実上の推定。で、2段目の推定が228条4項で、当該私文書が申請に成立した。で、5番。成立に争いなら私文書に本人による署名が存在するが、その署名がされた後に当該私文書の記載が何者かによって改ざんされたことが認められる場合には、当該私文書が申請に成立したとの推定は覆される。これもあれですよね。あくまで2段の推定で、推定ですから覆すことは可能です。ということで、5番丸ということになります。41問ご覧ください。これも特に解説しませんが、これもぜひやっておいてくださいね。なぜかというと、これ、規範力の問題なんですけど、論文論点、やっぱね、みんな落としがちなんですね。これをしっかりやってください。答えも公開されてますのでね。44問。ちょっと見ておきたいと思います。控訴に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らして誤っているものはどれか。これぜひやっておきたいんですよ。これね、マニアックな条文問題に見えますよね。でも5番見てください。金銭の給付訴訟において、被告の総裁の抗弁が認められて原告の請求が棄却され、原告が控訴をし、被告が控訴及び付帯控訴のいずれもしない場合に、控訴裁判所が請求原因事実が認められないとの判断をしたときは、第一審判決を取り消して、請求を棄却するとの判決をすることができる。これどうですか？これね、論文論点なんですよ。この5番が誤りなんですけど、いいですか？第一審判決は、原告の請求原因事実もあるけど、被告の総裁の抗弁が認められて、結局請求棄却なんですね。で、第一審判決のメリットとしては、被告の債権消せたんですね。ここにも規範力が働きますね。でも、控訴裁判所の心証によると、請求原因がそもそもない。ってことは、被告の債権これ復活しますよね。原告に不利。不利益変更禁止の原則、思い出してください。さらに、規範力が働く場面においては不利益変更働きますね。何言ってるかというと、これね、被告の総裁の抗弁が認められると、第一審判決の方が原告に有利なんです。被告の債権消えるから。でも、控訴審で被告の債権復活しちゃうと原告に不利になっちゃう。原告に不利益に変更してる。これはできないから、5番は×。44問ね、マニアックな1、2、3、4なんて判断できなくていいんですよ。5番さえ誤ってると判断できれば正解できる。だから論文論点が肝なんですね。これぜひ押さえてください。若干ね、確認しておきたいことをスライドで見ます。ここからね、問題は使いません。で、最後に確認しておきたいこと。争点を及ぶ証拠の整理手続きで3つありますね。丸1、準備的口頭弁論。丸2、弁論準備手続き。丸3、書面による準備手続き。これちょっと確認しておきたいと思います。まず、準備的口頭弁論なんですけど、条文引かなくていいですよ、まだ。これあくまで口頭弁論です。だから、証人尋問すらできます。口頭弁論だからね。それはまず頭の片隅に入れて、あと各自164から167の条文を見ておいてください。
次、弁従です。これ見ましょう。168章です。裁判所は争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聞いて事件を弁論準備手続きに付することができる。で、これは口頭弁論ではありません。争点及び証拠の整理を行うための手続きです。ただ実質上はこれ、訴訟の取り調べができますよね。170条2項を見てください。裁判所は弁論準備手続きの期日において、証拠の申し出に関する裁判、その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、および文書の証拠調べをすることができる。これできますよ。で、さらにすごいことが、1個、当事者に準備書面を提出させることができる。で、実際の裁判の流れ、どういうふうにやるかというと、まず訴訟提起しますよね。弁論準備手続きに切り替わって、弁論準備手続きで、準備書面のやり取りをして主張の整理をし、かつ訴訟の取り調べをするわけです。そして、口頭弁論に戻して証人尋問をして判決というのが一般的な流れです。そのイメージはつけておいてください。さらに171条1項。裁判所は受名裁判官に弁論準備手続きを行わせることができる。合議体の場合は3人の場合は1人に任せます。あとですね、電話会議ですね。170条3項。裁判所は当事者が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは当事者の意見を聞いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続きの期日における手続きを行うことができる。ただし当事者の一方がその期日に出頭した場合に限るということになります。さらにですね、175から178書面による準備手続きはこれ見ておいてください。条文をね、確実に引いておいてください。182条見てください。証人及び当事者本人の尋問はできる限り争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。集中証拠調べの条文を勘違いしないでくださいね。これ、証拠調べを集中しろとは一言も書いてない。証人尋問と当事者本人の尋問を集中して行いという規定なので注意してください。次、2段の推定ですね。これ、1段階目の推定と2段階目の推定。これ、区別してくださいね。まず、条文228条4項を見てください。私文書は、本人またはその代理人の署名または押印があるときは申請に成立したものと推定する。これ2段階目の推定だけで、1段階目の推定は事実上の推定です。論書を見ておきましょう。228条4項の推定の法的性質をいかに解すべきか。この点、法律上の推定であるとの説があるが、裁判官の自由心証に対する過度の介入となるため、法定証拠法則であると解する。そして228条4項の推定が働くためには、本人または代理人の意思に基づいてなされた書面押印があることが必要である。この点、本人の印象を他人が勝手に使用することはあり得ないという経験則から、文章中の印影が本人代理人の印象によるものであれば、その印影は本人代理人の意思に基づき申請に成立したとの事実上の推定が働く。次に名義人の意思に基づき押印されているので、228条4項によって文書全体が作成名義人の意思に基づき申請に成立したことが推定される。こんな感じになっております。で、1段階目の推定は事実上の推定ね。竹山っていう印鑑があったら、竹山の意思に基づいているものが事実上推定されて、竹山の意思に基づく押印があれば、文書全体の、申請な成立が228条4項で推定される。で、1段階目の推定ね。ここに書いてある通り、竹山の印鑑があれば、竹山の意思に基づく押印がされたとの事実上の推定が働く。これ経験則からです。実印でなくても働くが推定は若干弱い。で、これ署名のみでも働くので注意してください。で、印鑑が勝手に持ち出された等の争いから。1段階目の推定を争うのは、印鑑が勝手に持ち出された。あとはですね、署名の場合は、ね、これ争いはあるんだけど、立場によって。竹山が無理やり書かされたとかね、そういう話になります。ただ、ここ争いがあります。で、2段階目の推定は、竹山の意思に基づく押印があれば、文書全体の成立の申請が228条4項によって推定されるということになります。
ます。で、ここもですね、白紙に勝手に補充されたみたいな争いは2段階目の推定あります。で、1段階目の推定が事実上の推定。2段階目が228条4項に基づくので、2段階目の推定の方が強いです。1段階目の方が比較的覆しやすい。それも知っておいてください。はい。それではですね、民事訴訟法ここまでです。ぜひね、これをきっかけにですね、もう少しだけ勉強して本番に臨んでください。皆さんが予備試験突破されることを、記念しております。お疲れ様でした。